東山電駅は、神奈川県横浜市鈴木区東山田町にある、横浜市営地下鉄、グリーンラインの駅である。駅番号は、G07。ステーションカラーは、駅周辺の畑や、果樹園等の豊かな自然、大地をイメージして、茶色。鈴木区、港北ニュータウンの北東部に位置し、神奈川県道102号駅、綱島線に面した場所に設置されている。 駅のデザインテーマは、育みの広場で、透明感のある、ガラスカーテンウォールのファサードには、周囲の丘の緑豊かな樹木を映し込んだような、イメージの白い柱材でガラスを取り囲み、親しみや誇りを育む駅を目指して設計された。また省エネルギーに配慮し、屋根には、ソーラーパネルを設置されている。地名から取られた。古来は、 続き軍山田村で、1889年に中川村が合併成立した際、大和山田が設けられたが、障子は同時に整理統合されて東部に、地東が設けられた。1939年、横浜市編入の際に、大和山田麻東の箇所に、東山田町が設けられ、現在に至る。島式ホーム一面二線を有する地下駅。 改札は地上にある。2020年度の1日平均乗降人員は7828人である。同線の中では川和町駅に次いで2番目に少ない。開業以来の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。バス乗り場駅前に東山田駅バス停があり、横浜市営バスと東急バスが発着する。また、 東急バスの東山田駅、入口バス停が、徒歩数分の中原街道上に置かれている。なお、地下鉄開業前は、東山田駅バス停は、桃石橋、東山田駅入口バス停は、山田という名称だった。300に系統のみ、横浜市営バス、その他は、東急バスによって運行される。すべて東急バスによって運行される。 ありがとうございます。